いただきます。はい、どうも、織田信長です。おっと、クレヨンしんちゃん墨の町の城の実況プレイの続きからやっていきたいと思います。それでは行きましょう。なんか今出たよね。あ、そうだ、カレーとカレーの素とじゃがいもを、とりあえずこれを取って、じゃがいも、よし。まだまだ時間かかるね。よしよし。じゃがいも変えたりしないのかな。この裏から行く道、があったじゃん。ここの裏から行く道からの、なんか畑なかったっけ、この辺。あー、まだ植えれないのか。使えないようだ。ほうほうほう、ダメなんだね。じゃあカレー粉も取らなきゃ。あそこ直売所で買わなきゃいけないんだけど、なんせじゃがいもができるまでは炭の町に行く意味があんまりないのかな。どうなんだろう。とりあえず釣りをしたりなんやかんやで今日も過ごしていこうかな。今日も元気に鼻声なんですよ。元気な鼻声ってよくわかんないんだけど、今日も鼻声ちょっとごめんねって感じなんだけど、うおー、めちゃくちゃレアそう。見たことないね、今の。はなちゃん待ってね。どうしたの、はなちゃん。お、すべて乗り越えるなんてちょっとかっこいいぞ。もっと褒めて。ふふふ。お隣さんの家が多分違うんだと思うんだよね。お隣さんのお家ちょっと見に行きたいな。栗田さん家のことだよね。青いザリガニ？青いザリガニ釣ったことあるよ。はいはい。持ってるよね。ほら、持ってるって書いてる。見て見て。青いザリガニだ。お前一体何者だ。すごいでしょう。また挑戦しに来いよな。やったー、花丸。ヤッホー、エースかな。よし、腕試ししてやるよ。小羽イナゴ。捕まえたことあるっけ。イナゴ。あー、ないね。よし、じゃあ頑張って捕まえるぞ。よう。うんうん。山菜は奥が深いぜ。全部で、いや、20何種類あったんじゃなかったっけ。どうだ？オッケー、やろう。よろしくな。そいつの花が活躍するかもしれないぜ。よし、どう？
あ、まだ持ってないのか。隣さんのお家行きたいよね。カレーも、で、こっちから行って、どっちだっけ？ほら、この辺帰る道なかったっけ？ブリ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 。あ、ここ、ここ。こっからカレー屋さん、てか、カレーの粉を直売所からと、ゲットして、よし。で、ここはマーガレットでしょ？白いマーガレット。いや、ちゃんと見てみよう。黄色か。黄色。アジサイか？それとも。これか？アジサイってことかな？よしよしよし。アジサイ。あ、で、曲がらない橋。アジサイ曲がらない橋。で、アジサイ曲がらない橋。カレーの粉をください。新しいカレーの元かな。それにするかい。オッケー。はい。それにするかい。やめとく。毎度どうも。で、お隣さんのお家だよね。アジサイ曲がらない橋で、お隣さんのなってる実が、これが黄色かな。よし、もう一回キューティーリリーのとこに。おっと、おおほう、キューティーリリーのとこに行くか。はなちゃーん、これイナゴか。これだ。オッケー、もう一回行こう。おお、またレアな虫。お魚は、お魚釣りもしとくぞ。今回は結構、魚釣ったり、山菜取ったり、虫を捕まえたり、みたいなパートになっちゃうかな。あんま進展するパートにならなさそうだよね。いや、進展させるぞ。松茸！はなちゃん、はなちゃん、今度こそ、わかる。よし。うん。挑戦するよ。オッケー。曲がらない橋。うん。あー、黄色。バス乗り場の時刻表の近くだから、アジサイ。どう？正解よ。もう、もっと難しくすればよかった。いやー、とっても難しかったよ。スペシャルクイズをクリアするなんて。私の宝物を分けてあげるね。うわ、ホタルイシ。花丸。よーしよーし。やっとだ。お、またレアな。アゲハ。誰だっけ？イナゴを取ってきましたよー。お前一体何者だ？米農家か俺くらいのもんだ。でもな、まだ完全には認めてないぞ。次はもっと難しくするから覚えとけよ。お、先。やったー、花丸。これしかないよね。サブミッション。あと1個か。
山菜を取りに行こう。山菜、山菜。夕方になるのかな。山菜、白山菜ないかな。山菜、くんかくんかして山菜見つけてよ白。魚いたよね今。なんかまた、あ、ニューなお魚だね。やっぱ時間帯によって釣れるものが違うね。山菜はどこじゃ。こっちからぐるっと回って右から帰ってこようか。山菜ないよね。おじいちゃん。また距離感だ。距離感バグが。お、ハチかな。また危ないもの捕まえたね。白山菜ない？山菜なさそうだね。お、じいちゃん。夕飯の時間が近づいてきてるよー。だって、お、白戻ってる。山菜ないねー。あと1種類なんだけどね。栗田さん、山菜ちょうだいよー。どれ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 。おー、ザリガニー。これはレアな山菜か。うぬぬー。あ、ばあちゃんどうしたの。よねばあちゃん。おや、しんちゃんいつも元気でいいね。歳には勝てんな。どうしたの。山菜取りに行きたいんだけど、膝が笑っちまって仕方ねえんだ。ばあちゃんの膝笑ってないぞ。そういう言い方をするんだよ。山菜取りなら得意だぞ。いいね。いいよ。タラの目、こごみ、セリ。持ってんじゃない？じいさんには秘密だ。持ってるよね。うん。全部あげるよ。これでいいかーい。取ってきたよー。まだ小さいのに大したもんだ。ありがとねー。はい。三吉じいちゃんには秘密だぞ。んだ、んだ。じいさん誕生日でよー。あ、いやー、素敵な夫婦だなー。熱々の山菜鍋。うめえこと言うな。じゃがいもくれた。花丸。じゃがいもくれたってことはあっちの世界行けるね。次回絶対あっちの世界に行こうじゃ。カレーの素もゲットしてるし。お、小紫。あっと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 。どれどれ。よー、レアなザリガニ来い。なんかサクサク進んでるね。いい感じだ。あ、こっちなんか通れないって言ってたよね。あ、ダメだった。そろそろ帰るぞ、しんのすけ。
はーい、父ちゃん。今日の晩ご飯何かな。ほら、今日 いっぱい遊んだよ。ああ、いい湯ですな。ふい。ふい。ということで、早く今日は寝ようかな。ねんねんしまーす。はい、今日は寝ます。明日はついに炭の町に行ってカレーを作るのかな。お、この絵は見たことないぞ。特製カレー、これをよそいさんとこに行って作らなきゃいけないんだよね。トウモロコシ、今日の日課もちゃんとやって、ナスビはもうすぐできるかな。よし。いやー、今日は、あっちの世界に行こう。こっちだよね。アゲハか。アゲハはもういいかな。あ、ピカピカしてる。このピカピカしてるのもね、編集中になるとね、すごい気づけるんだけど、ゲーム中全然見えないんだよね。なんでなんだろうね。よーし。じゃあ、炭の町に行くぞ。よし、炭の町にやってきました。よそいさんのところに行くのかな。いやー、こっちの世界の雰囲気もやっぱいいよね。いらっしゃい。あ、また違う人が来てる。こんにちは。お母さんの味が食べたくなるの。ほうほう。お母さんの味。うんうん。何か作るかい？これを作ってもらおう。任せときな。お願いします。はあ。どどん。わあ。カレー美味しそう。お待ちどうさま。お待ちどうさま。なぬ？食堂に新メニューができたって。おかみ特製野菜カレーだぞ。今すぐ食べたい。おかみ特製野菜カレーじゃねえか。こうしちゃいられねえ。おい、俺がこっそり食堂に行ったからってここは通っちゃダメだぞ。で、絶対だぞ。花丸。いやー、通っちゃダメって言われたら通りたくなりますよねー。お、ここか、掲示板。掲示板、掲示板。ようこそ。ようこそ。譲ってください。
おお。今のとこいいかな。とりあえずは、お風呂に行ってみよう。お、いらっしゃい。おや、めんこいお客さんだね。めんこいお客さんだね。それほどでも。元気がいいね。どうだい、うちのゆっこさ、使っていくが。うん。で、おなじみのつかりとは、おらのことだ。つかりばあさんだね。おお、わらしの客とは珍しいな、つかり。がん、おめえも昔はめんこいわらしだったんだどもの。すっぽんぽんでそこいらを走り回っては叱られてたな。おいおい、わらしの前で恥ずかしいこと言うんでねえ。おい、そこの坊主、一緒にゆっこさ入るだお。うん。ここの湯さつかれば嫌なこともきれいさっぱり流してくれる。ほら行くぞ坊主。うんうん、ほら、坊主じゃないぞ、しんのすけだぞ。おお、そうかそうか、しんのすけ。俺はな、ガンってんだ。頑固一徹のガンだ。よく覚えとけ。ガンおじちゃん。ぶはー、ここの湯は本当にいい湯だ。炭鉱を掘って疲れた体が生き返るな。でも最近家が乗りすぎやしねえか。だな、疲れも年取って湯沸かすのも一苦労だ。あら簡単もだんだん取れなくなってるし。確かにばあちゃん一人っすもんね。あ、すすむさんだ。あたつぎにと思ってた孫も出て行ったきりでよ。ほうほう。もっと楽して湯を沸かすことができればいいけどな。お、銭湯でしか聞けないお話がありますよ、だって。よし、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバーイ。